じゃ、こんにちは。さあ、教えてよだかさん。お、来たね。来ました。さあ、はいはい、今日もいろいろゆだかさんに質問して答えていただきたいと思います。はい、教えましょう。はい、視聴者の方から、偉そうかな。いや、そんなことないですよ。はいはい、野球の、あれこれ聞きたいということでメッセージ来てますので、はい、紹介していきたいと思います。はい、涙の29巻さん、ありがとうございます。質問です。日本ハムの2軍の本拠地が関東にあることにメリットはあると思うのですが、1軍の本拠地と離れていることへの弊害はないんでしょうか。まあ移動だよね。まあ例えば1軍に来いって言った時に、まあすぐチケット取って札幌飛ばなきゃいけないとか、はい、まあいろいろあるよね。だから部屋も、うん、自分の部屋がまあ例えばよ、はい、寮にあったとして、うん、で向こうにも寮があるけども、はい、その物が揃ってない。自分のもないですね。ないよね、はい、家でもあったとしても、はい、向こう行った時に、まあ、ホテルなのか、はい、寮に入るのかとか、まあそういう弊害があっても、はい、まあそういう弊害だけだろうね。他のチームとかって大体近距離とかだったりしますよね。まあ、ね、まあ、横浜だったら、横浜スタジアムと横須賀。近い。のあっちの方だからね。はい、ヤクルトも神宮と戸田なので遠くないですし。まあロッテは浦和だよね。はい。だから、まあ、まあ割と近い距離にあるよね。近いですね。まあまあちょっと移動が大変だけどね。そうですね。移動と生活の拠点が全然変わっちゃうということで、はい、まあ、それは不便だよ。まあ、でもそのぐらい、まあ、そのぐらいって言ったらそれが一番大切なことなんだろうけどな。でもなぜ北海道にしない、なんかあるんですかね。いや、北海道に行ったら、はい、まあ、例えば試合をやるときにファームが、うん、ああ。こっから札幌飛ばなきゃいけないじゃん。その経費とかいろいろ考えると、はい、他の球団から寄してくれなくなるときあるよね。なるほど。いや、ほら大変だよって。まあ、一軍ならファームの試合で、はい、そう5万入るんだったら行くよ。もうそういうわけにいかないじゃん。そういうことなんですね。それとやっぱり昼間のゲームが主でさ、飛行、はい、とか、うん、いろんなことを考えると、はい、春先できないとか、うん、そういうことになってくるとやっぱ練習量にも関わってくる。まあこれは仕方ない。まあそうですね、はい、ということです。さあ続いてです。ヤーさん、ありがとうございます。豊さん、はい、こんばんは。こんばん。僕はセリーグパリーグともにシャッフルしたらいいと思うのですが、はい、それはできないんでしょうか。例えば、はい、今年は巨人と横浜がパリーグ、楽天と西武がセリーグみたいにすれば面白いと思うんですけれども。できればいいよね。そうなんです。なんか私も実はそういうふうにずっと思っていて、セリーグとパリーグの例えば最下位同士をこう変えてみるとか、上位チーム下位チームをガッと変えてみるとか、そういうのって例えば2年おき3年おきとかにできないのかな。俺はね、はい、3地区に分けりゃいいと思う。あ、じゃあセとパと何球団ですか。北と真ん中と西って、はい、あ、メジャーみたいな感じ。それで3地区から優勝とワイルドカードで1チーム、はい、で4チームで日本シリーズをやればいいと思う。なるほど。だから12割3ってことですもんね、うん、だからそれを毎年うまくシャッフルをしてやっていけば楽しいのかなと思う、はい、移動距離も短くなるし、はい、それだけ経費の負担もなくなるし、はい、だからそういう方がいいのかなっていうふうには俺は思う。それは現実問題としてはやろうと思えばできること。柔軟な頭を持ってればね、はい、みんなやっぱ変えることに勇気いるし、はいはい、批判もあるじゃない。それに耐えきれないとね、こういうものっていうのは変わってこない。みんながおーいいねーって拍手してくれるわけじゃない。その 10% でも反対意見が浮き出ちゃうから、うん、そうするとやっぱりじゃあやめておこうかってなるよね。でやっぱりね、うん、そういう提案をする人っていうのはある程度年の人なんだよ。もう保守的な保守的もうこのまま終わらせてくるみたいな。もう無難に行こうよっていうもう荒げるなとそうか、うん、だからもうしょうがないよこれはね。でも新たな風がいつか吹いたらもっと面白くなるのになとか。そうだね、うん、まあ、パリ軍もね本当にお客さんも入るし、はい、まあ、我々の頃って瀬戸パってそういう話なんか全くできなかったんだよ。いやなんでパリ軍と一緒にしなきゃいけないのみたいな、はい、でも今はもう本拠地もしっかりしてるしさ、うん、フランチャイズもね、はい、しっかりしてるから、うん、俺はなんかもういろいろやっぱこうね変えていかなきゃいけない時期に来てると思うけどね。そうですよね。だからすごくいい提案だと思う。皆さんありがとうございます、はい、さあ続いて M 夏さんです。ありがとうございます、はい、疑問に思ったことがありますと。菅野投手が2回目の、まあ、これキャンプの時だと思うんですけどブルペンに入ったと報道がありましたが、はい、ブルペンでの投球する際のスパイクがトレーニングシューズのように歯がありませんが、はい、これでもピッチングに入るのでしょうか、はい、ということなんですよ。どうやら菅野細かいとこ見てんね、まあ
あの歯がついてないいわゆるスパイクじゃないので、でもそんなに、まあ、例えば踏ん張って投げない、はい、肩の状態、肘の状態、ちょっとバランスを見るために、はい、そのスパイクは履かなかったんじゃないの。まあ、目的があって履かないやつ、まあ、目的というかもう本当のピッチングではないよね。やっぱそれピッチングとは言わない、うん、だからその肘、肩、腰みたいな確認だよね、はい、うん、をするために、はい、あんまりこうグッと踏ん張らないためにわざとシューズでやったかも。ブルペンに入らない時っていうのはもちろんそのスパイクじゃない歯がないものでキャッチボールだったりとか、うん、ああいうのって自主トレとかしてる。あのね、スパイク履くってねすごく足に負担がかかってくる。でもだからよく通達で、はい、2月1日からスパイク履けるような状態で来いよってそういうことも言われるんだ。知らなかったです、うん、だからそのキャッチボールの時からスパイクでいいですかみたいな、スパイクはまだ運動靴でいいですかみたいな聞くやつがいるんだけど、はい、まあ、それはやっぱ状態によってまだ出来上がってないと思えば、はい、かかるスパイクは履かない。あ、だからまあそういうことでまだ下半身ができてないんじゃないの、うん、っていうことなんです、うん、ファンの方よく、ね、見てらっしゃる。見てんな、怖いねもう本当にブルペンで鼻も落ちれないですよね。いや今の選手は大変だよじゃあ最後の質問いきましょうか、はい、これは総括さん早勝さんどちらと読みするんでしょうか、はい、30歳を過ぎると伸びしろはないと思われるんですが、30歳を過ぎても脳根が治らない、30歳過ぎても守備が下手、30歳過ぎても全然打てないという選手はどんな目的で練習しているんですか。やめた方がいい何がやめた方がいい一言。いや違う30過ぎても脳根が治らない、打てない、打てない、守備が下手、まあ、打てない人は守備がいいいいのかもしれないですもんね。守備が悪い人は打てるのか、だからもう自分の特徴を生かすしかないよね、うんうんうん、そうですよね、うん、これ全部がダメって言ったらもう多分あの、まあ、クビになってるよ、解雇されてる、だから何かいいとこがあるはずなんだ。はい、だからそういう選手はいいところをもう特化して伸ばす。じゃあ例えば守備がすごくいい、でもバッティングがってなるとバッティング練習っていうのはそこまで力は入れずにもう守備に特化するっていう。入れてもいいじゃん別に。いや、まあ、疲れちゃうんだったら全然出ないですよ疲れちゃうんだったらやめとけいい、やめとけ、もうバッティングがいいです。逆にもう守備とってももうボロボロなんですけど、もう打つことに関してはもう打つだけ打っとけ、ね、打って走っとけばいい、うん、なるほど。そしたら脳根がないとなるところどうすればいいんですか。脳根が治らないピッチャーは、うん、おそらくクビになってるはずよ、もう30になったら。そうでしょうね、うん、ただ脳根を武器として逆にやってるピッチャーもいる、いわゆる荒れ玉、荒れ玉っていう、だからそこの特徴をもっと生かす、はい、ぶつけたら謝る練習をしそこをねすいませんっていうね練習をしておくとか。でも腹の中ではいや抜けちゃったなみたいな、うんはい、笑えるぐらいの根性がないと濃厚じゃ投げられないから。本当そうでしょうね。そうそうそう、だから怖いよね。そうですよね、だから一つマイナスがあっても一、うん、つ何か武器になるものがあったり、特徴で飯が食える、うん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 、だからその特徴を、はい、まあ、そこまで生き延びている人はもう伸ばして光らすしかない、はい、そうですね、うん、逆にそれで30過ぎても現役でいられるってことは大したもんだ。いやだからその特化してるものがすごく輝いてる、そういうことですよね、うん、だから例えば足だけとかね、はい、そういうのでも飯が食えるわけ。はい、まあね、質問皆さん今日もついただきましたけれども、はいはい、まだまだあのコメント欄に質問を書いていただければ豊さんが丁寧に優しく答えてくれますので、まあ、丁寧が厳しいかもわからんけどね、はい